はい、こんにちは。いや、おはようかな、こんばんはかな、どっちでもいいよね。っていうことで、はい、はい、はい、アドオク、ナボです。ということで、今日はこんな風貌をしておりますけれども、なぜか、そうです、アンパンマンもいません。メガネも違います。今日は、ガジェットの紹介を久々にしたいと思っております。どんな紹介かと言いますと、こちらのガジェットの開封動画にしたいと思います。先ほども言いましたけども、こちらの方、YouTube の時に皆様よくお使いになられる、そう、その通り、ライトでございます。顔がね、ボケたり汚い顔になっちゃうんで、綺麗な顔に見せるために、こちらの照明器具を購入いたしました。イエイ！それでは開封させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。取れてますかね。よし。取れてるのかな。どこから開けるのかな。さっきね、仕事から帰ってきた。先ほど仕事から帰ってきたばかりなので、汗いっぱいで暑いです。暑い暑い。こちらのを開けてみたいと思います。お、じゃじゃーん、電球でございます。次はこちらです。ブイーン、よし、なるほど。これね、ここでね、足元固定するんですね。今初めて心配した。ここでこんな風に固定したいと思います。ちょっと三脚とはまた違い、また三脚とは違いますね。これはスマホとか使うようなやつですね。どこに止めるのかな。アタッチメントこれもついてますね。これはこれでありがたいな。これね、カメラをね、携帯とか載せるときにスマホかな。普通のカメラでも重いかな、使えるかわかんないですけど、アタッチメントね、アタッチメントこちらの方あれば、こうやってね、こんな感じで使ったりしたいと思います。こんな感じでね、こちらのキャップを取って、先にこちらのね、ここの部分と、こちらですね。
ここですね。これとここかな。これとこれね。ね、つけてください。はい。わかりますかね。あ、つきました。こんな感じです。では、一つ目、二つ目、三つ目、わかりますよ。一つ目、二つ目、三つ目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10個ですね。いきますよ。今ので1、2か、2回目ね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個、10段階ありますので、それぞれの色でどれぐらいだから明るさがいいのかわからないですけども、またね、見てしっかり自分で確かめながら確認しながら使っていきたいと思います。アクトークマンヘラ。では今日の開封動画こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。はいはいはい、アートークナオでした。ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。またコメントの方もよろしくお願いいたします。登録の方もよろしくお願いします。はい、それではさよなら、グッバイ青春、グッ。